えー、こんにちは。そっか塾の久保です。ファミレスのドリンクバーって皆さん利用したことありますまあ私も当然あるんですけどもね。ネットワークビジネスのプレゼンを受けるときって、だいたいファミレスに呼ばれるんですよ。で、えー、私はね、ファミレスで自分の商売、ビジネスのプレゼンすることはないんですよね。ちょっと安っぽいなと思ってやらないんですよ。ファミレスは食事を楽しむ、もしくは、まあコーヒーでね、一時を過ごすために使えばいいのかなと。 まあ特に小さなお子さんと一緒にご家族連れがワイワイとね騒ぎながらやるのにはまあファミレスっていうのはすごくいいようにできてるかなと思いますけどもまあ保険のね契約とかネットワークビジネスのプレゼントかこれから大きなビジネスや大きな金額を動かしていこうというふうな話をしようとする第一歩がファミレスっていうのはどうもね私しっくり来ないんですよね、えー、ですんでやっぱり大事な話は自分で レンタルした事務所なり、それからね、まあホテルの部屋を借りてとか、ラウンジでとか、ちょっとね、なんかこう、ラグジュアリーな空間の方がいいのかなと。まあ気持ちもお互いに乗りますしね。で、今回、この動画にしたのは、まあそういう話ではなくてね、ファミレスのドリンクバーに関して、うん、なんかその、例えば200円か300円かわかりませんけども、ドリンクバー頼んで、 一生懸命ガッポガッポジュースを飲む、コーヒーを飲む。まあその行為についてなんですよ。つまり、一言で言うと、元を取るっていう考え方、ね。皆さんもあると思います。ファミレスでドリンクバー元を取る。焼肉の食べ放題、飲み放題で元を取る。いろんな形で元を取るっていう発想があると思いますけども、まあまさにね、元を取る、元を取らないっていう気持ちで商売仕掛ける方も、こういう風なドリンクバーとかね、 なんとか放題ってのをやってはくるんですけども実際に消費者として私たちが元を取ることをそこまで一生懸命やるべきかなっていうことなんですよつまりお腹がいっぱいになるとかね必要以上に食べるとかいらないけどもう一杯ジュースを飲むとかっていう資源の無駄遣いをすることによって元を取ったぞっていうふうなところをね目指すようなのはどうもねこれもしっくりこないんですよえー、だってねテーブルや 掃除が行き届いた店内、快適なお手洗いとかね、スタッフさんのサービスとか、で、私たちがお店を利用する前にまでにしてくださっている、お店のね、アップ作業、要するに開店作業とか、で、私たちが知らないところでやっている閉店作業とか、駐車場の整備や、近隣住民への、ま、いろんな対応とかね、こういったの全部込みで、やっとファミレスってできてるんですよね。 そう考えたら、安全で快適な環境、これを元を取ったと言えるんじゃないかなと思うんですよ。だから、ドリンクバーを飲もうが飲むまいが、200円300円はチップとして払ってもいいぐらいの感覚で、まあドリンクバー頼むけど、まあ一杯飲んで、ああよかった、これ以上は別に欲しくないもんね、と。元を取るために2杯目3杯目に手を伸ばすってことは、まあなんかね、そのドリンクバーのところに並ぶ、 わざわざそこに行くっていうだけでも、もう自分の損失なんじゃないかなって私は思っちゃうんですよ。もちろんね、何杯も飲みたいようなお腹に隙があればいいんですよ。わあ、このドリンクバーっていっぱいあっていいな、楽しいな、と。全部飲みたいな、みたいなね。まあ、そんなあ気持ちがあればいいんですけども、まだ2杯しか飲んでないからな、だらなんかもったいないような気がするからもう1杯、なんか無理やり飲んじゃおうか。普段飲まないのは、山ぶどうみたいな感じでね。もう味なんてわからなくて、お腹いっぱいなのに飲んじゃうと、 そのドリンクを取りに行く時間も無駄になるし、えー、お腹がね、必要以上に大きくなるのも、それもまた無駄だと思うんですよ。過ぎたれば、及ばざるがごとしというか、ドリンクバー食べ放題、飲み放題からって、なんか元を取ろうとすればするほど元が取れなくなっちゃうので、ね、パラドックスに陥るんじゃないかなと思うんですよ。気持ち的に負けた気になるかもしれませんね、でもね。ドリンクバー頼んで、コーヒー一杯で満足してたらね。でも、その一杯で楽しめるんだったら、それがやっぱりね、 300円であり500円なんじゃないかなと思うんですよね。うん。なんかその元を取るっていう考えがどうしても私もあるんですけども、同時に元を取るという発想に、まあ自分がね、押しつぶされずに、まあ元は、ね、ドリンクや食べ放題、飲む放題での元は取ってないけども、こんな素敵な時間と空間を与えてくださって、このお店には感謝しかないなと。ありがとうねと。元を取れたよみたいなね。そういう風な飲食以外での 元を取るっていうところに意識を向けたら気持ちよく過ごせるんじゃないかなと思ってちょっとね。このファミレスのドリンクバーを絶対に注文しない人たちの言い分っていうふうなところを記事をね、これから読もうと思ってます。まだ読んでないんですよ。多分これっていうのは、あの、ドリンクバーをね、頼まなくてもファミレスは、まあお水で十分食事取れるよねっていうことかなと思うんですよね。うん。まあなんかよかったら読んでみてください。あ、元が取れる気がしないって書いてますよね。元は取れませんよね。 だってドリンクバーで10杯飲むと元は取れるのかもしれないけども10杯飲まないでしょいらないでしょもうそんな1リットルも、うん、だからねあの美味しいと感じてもいいやと思ったら2杯でも最高なんですよそれがうんねまあ本当にねドリンクバー元をもっと言ったらねお客さんがみんな元を取ったらこの店潰れますよそれこそお客さんが元を取れなくなっちゃうわけですよ お店がなくなるっていうのが一番困るわけじゃないですか。いつ行っても飲食店があって、待たずに利用できて、そしてお店も利益を出して長続きする。お互い様っていう感じじゃないかなと思いますね。今日はじゃあこの辺にしておきましょうか。